当にあの綺麗なデザインで、我々ね、ブランドイメージとして、スポーティー、それからプログレッシブ、そしてソフィスケーティッドっていうこの3つのブランドイメージを大事にしてるんですけども、どっから見てもですね、この3つのイメージが本当に綺麗にパッケージ化された車がこの A7 じゃないかなというふうに思っております。こういうハイセグメントの中で5シーター、それから 2.0 の投入、そして既存の技術をですね、我々の持っている技術、コネクト、LED、マトリックスヘッドライトっていうのをすべてこの車に投入して、日本の皆さんにですね、またアウディを楽しんでいただければというふうに考えております。